第三章明るみへ平次はクセモノを引きずってきました。行き止まりの路地ここより他にはクセモノの逃げ込む道はなかったのです。何をするのさ。女は少しばかり抵抗しました。が平治の鉄腕に逆らい続けられるはずもありません。大通りにはいくらかの明かりがあります。店屋の薄明かりろうそく屋の看板平次は このわかりに癖物の忍相を見定めるのです。なんだ、オラクじゃねえか。考えてみると癖物を追い込んだのはおラクの茶屋の裏。そこでおラクを捕まえるに不思議はありません。ひどいわ。髪なんかめちゃめちゃじゃないの。おラクはそう言いながら髪などを撫でつけております。おめえはなんだってこんなところにいるんだ。それは。 クセモノではなさすぎます体はめっぽう柔らかくて色っぽく逃げ延びたクセモノとは髪形も違いすぎ第一このいい日和に水下たらしくはあるが歯のある下駄を履いているではありませんかそれに背の高さも違いますみなりもクセモノの真珠色の着付けとは荷もつかぬたすきを外したばかりの普段着で赤い島までが嫁にも目にしみるのです おめえはそこで何をしていたんだおらくの不平らしさはひぼでした黙ったまま平治の方に背を向けて自分の家の方に帰りかけさえするのですおめえはまだ動いちゃならねえここで何をしていたんだ平治はぐいっと息止めました私だって女ですものそれがどうした人を待っていたんです何あいびきしたっておかに調べられる筋はない 相引きして悪きゃ八五郎親分なんか罪ばかり作っているじゃないの相手は誰だ平治は手軽には許しませんでしたくせ者でないことはあまりにも明らかですがこの女も事件には無関係でなさそうです女は何やら考えておりました相手は誰だいえ平治は相手の言いしぶるのを見て一つ小づきました言わなきゃなりませんか 言うんだ素直に言ったら許してやる源之助さん何日本一のいい男江戸一番の色紙、源之助さんと相引きすることになっているんです本当か平次も驚きました源之助というのは平門町に隠れもない遊び人で黙っちろい華奢な男女の子に見つがれて暮らすのを唯一の誇りにするような 世にも情けない存在だったのです平す衛門町の源之助というのはあまりに有名で平次もかねがね知っておりますそんな男と相引きするならここへ出張るまでもあるね源之助が相手第一章それは遠慮も親釈もない男です下屋から神田へかけて第一番の色師お前はどうしてうちに引き入れなかったと聞く平次にも 理由があります店にはもう一人子供がいるんですものおらくの茶屋にはお谷という手頃の着身女がいたはずですそんなことに気を配るおめえじゃあるねこれでも私は店を持っているんですものそれくらいの気を配らなきゃおらくの茶屋はおらくの店に違いありませんが世間には誰がパトロンだろうと余計な苦労をするものがないでもありません 源ノスケはカラ血でゆとりのある金を百も持てるはずはないのですが、カリソメにもその源ノスケと関わり合いがあると言われたら、お楽の茶屋は三日と持たずに潰れるでしょう。その源ノスケのところへ案内しろ。平治は備えを直しました。疑念はなかなか晴れそうもありません。約束の国元にも来てくれないような男ですもの、言ったって無駄ですよ。 よしましまょう。平次にしてはおらくの嫌がるのを覚悟の上で玄之助と付き合わせるほかはあるまいと思い定めたのも無理のないことでしたしかし事態は急変しました今晩の大探検の主体になった福井屋の方からただならぬ人声がするのですあれを平次は聞き耳を立てました何やら行き詰まるような声です「言ってみつくろ」。 おめえは店へ戻ってるんだ。福井屋の方へ飛んで行くほかはありません。あ、銭形の親分。そこに迎えてくれたのは若主人の若三郎でした。さすがに酒も冷めたらしく、いくらか青い顔をしております。お、どうしましたご主人。お福が、お福が、お福お福さんがどうしました。 あの妹に金の番を頼んでいたんです三百両以上ありました店に置いてあった金です主人若三郎を押しのけるように平次は飛び込みました店の間の広々としたところに踏みはだかるように一人の女が倒れているのです番頭手台のほかにお上もいた様子ですがあまりのことに血だらけの死骸に手をつけるものもなく平治の来たのが救いの神でした 平はその中でも物慣れた様子で死骸を引き起こしました殺しがあったんですってね親分近所に住んでいる八五郎が町の噂に気づいて駆けつけてくれました「八かちょうどいい」手を貸せ引き起こしてみると傷は一箇所後ろから一突き声も立てずに倒れたことでしょうその隙にくせ者は三百両の店の金をさらって姿を隠したに違いありません すごい手際だこいつは今度が最初じゃあるねというのは平地です俺は追っかけたが捕まえかねたよ高部を飛び越して逃げちまったよ 2> 第二章殺しはすごい手際でした後ろから一突き刃物は見えませんが両刃らしい傷口で一突きに息の根を止めたのでしょうそれは人間離れの下技です昆虫の一突きと言った方がいいかもしれません 隠し物に便利な両刃の獲物で相手の急所を狙っての襲撃は平次といえども今までに見たことのない殺しの荒手ですそれにしてもこのお服という女は何とした悩ましい女でしょう「ろくに血も吹かない」と言っても刃物は抜いてあるのです「見せたたみの中にひっくり返った後ろから真の像をついた血は着衣の中を浸して痛ましい限りですが」。 うち見たところは笑いをさえ含んでお服は青のけざまに倒れているのです。こいつは恐ろしい殺しだ。平次は調べが済むと外に出ました。入り口には若い主人の若侍が酒のサめニワらしく青い顔をして立っております。おやぶんどこへ？後ろから追いすがるのは八五郎でした。平門長の源之助の家を知っているか。 平は関係のなないいようなことを言います。知ってますともあらしのいい喧嘩相手でおめえが玄之助と張り合っているとは知らなかったなえさっき人殺し野郎を追っかけると路地にぼんやり立っている女を捕まえたんだよえそれを誰だと思う見当はつきませんね他ならぬ愚く玄之助とは引きをするつもりだったというえ 諦めろ諦めろおめえじゃあ相撲にもなるねえよお言葉だが相手は天下名大の色紙だへえ <laughs> 嘘でしょおお楽という女はあれはなかなかの女で源之助なんかを相手にもしませんぜそねめそねめそう言いながら2人は平衛門町についておりました源之助はこの辺りのように思うが平時には見当もつかないことでも八五郎は 心得ておりましたでっかい拳を上げて平治のために二つ三つ叩いてくれます誰だい今頃人の家を叩くのはなどと奥から声がしてガラリと開けると御用聞きが二人源之助はいっぺんに腰を抜かしてしまいました <laughs> 何の御用で親分方こんな洋服に腰紐が解けて曲げ節も傾いておりますが それはいい男でしたなるほど女の子の仕送りでも食えるというほどです果たせたまんま寝るなひどがろ女の子は待ちかねているぜえ何のことで一向心当たりはありませんがはわけるなよ種はみんな上がってるぜまっすぐに白状しねえ <laughs> 本番おめえは誰と会う約束をした銭形平次はずいと問題の中心に踏み込みました